こんにちは、薬草の森白水道漢方アドバイザーの奥野です。今回は子宝にいい温灸のツボについてお話ししていきます。温灸については以前イソピー先生が動画をアップしています。概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。具体的な子宝にいいツボについてお話しする前に、そもそもツボとは何かというところからお話しします。ツボとは気血水の気の出入り口と考えられています。この考えをよく電車の例えでお話しすることがあるのですが、電車は通常人を乗せて線路の上を走り、途中の駅で人の乗り降りがあります。その例えを使うと、気を乗せた電車が気の巡るルート経絡を走り、ツボという駅で気の出入りをしていると考えられています。気をうまく巡らせるためには、気を補うこと、そして溜まった気は発散させる必要があります。そうすることで元気な気がいつも体内を巡っている状態になります。ツボを温めることで気の出入りを調節することができます。子宝に恵まれるためにも、温灸でツボを刺激することは効果的です。では子宝にいい温灸のツボをご紹介していきます。ズバリ、妊娠三穴と呼ばれている3つのツボがあります。1つ目は心穴といって、ちょうどおへその位置にあるツボです。このツボを温めるとお腹の奥まで温まります。体の中心にあるお腹を温めることで体全体の働きが良くなります。2つ目は肝源といって、おへその約5センチ下の位置にあるツボです。肝源の源は元気の源なので、元気を補ってくれ、体を丈夫にします。3つ目は気象といって、左右の股関節の位置にあるツボです。ここは大きな血管が通っていますので、足の血行を良くし、冷えを和らげる効果があります。この妊娠三穴を30分くらいかけてじっくり温灸していきましょう。骨盤内の血液循環を良くし、赤ちゃんが心地いいと思える子宮環境を整えることが大事です。子宝に恵まれるための体づくりは、何といっても体を冷やさないことですから、ツボの他にも毎日お風呂に浸かったり、服装に気をつけたり、食事や飲み物は常温以上のものを摂るなどして体を冷やさないように過ごしてください。薬草の森白水道では漢方相談を行っております。お電話、オンラインでもご相談を受付しております。体質改善をお考えの方はぜひご相談ください。ここまでご視聴ありがとうございました。次回はうっちー先生が冬の乾燥についてお話しします。お楽しみに。